アレクサンダル・カラジョルジェビチは、ユーゴスラビアの元を大使、アレクサンダル2世と、その最初のツママりアダグロディアの三男。ユーゴスラビア王子の称号を持つ。アメリカ合衆国のバージニア州フェアファックスで生まれた。フィリップ王子とは双子で、アレクサンダルの方が弟である。ユーゴスラビア王位継承権は、長兄ペータル、時系、フィリップ、フィリップのコステファンに次いで、第四位。 先例の大父母は、スペイン王ヒソフィア、ギリシャ王コンスタンティノス2世、カラブリア公爵夫人アンヌが務めた。1984年までバージニア州で暮らした後、兄たちと共にロンドンの学校に入った。2000年6月、カンタベリーのキングズスクールを卒業した。アレクサンダルは2004年、サンフランシスコ大学でメディア学及び、 コミュニケーション学の人文学位を取得している。アレクサンダルはまた別の合衆国内にある大学で広告学を専攻し、美術修士号をも取得した。アレクサンダルは現在、カリフォルニア州のインターネット電子出版社に勤務している。2001年7月17日、ユーゴスラビア王家は、ベオグラードの旧王宮に帰還した。ありがとうございます。